3番893番ジョイキ太郎です。いや実、はい、実際その今回取り上げてもらうのは、うん、西山大関戦っつって、はいはい、まあ結構界隈だと、うん、まあ注目のカードだったんですけど、うん、もうその実はじっくり話してなくて、うん、どこにもね、はい、うん、じっくり自分のとこでそのお疲れ様ぐらいの感じで、はい、そうね、じゃあこうこうこういう経緯があってこうで、うん、こうでこうでこうだ、もう全てのこの流れと完結を言ってなくて、うん、はい、ちょっと自分でも言いづらくてですね、はいはい、じゃあ黙っとけばいいんじゃん。いや、そんなことないですよ。それ言いたいんですよ。あ、そうだ、あの子供夏休み子供電話相談室でおじさん困ってて言いたいんだけどって言って言ってみればいいじゃないの。そう、いやいやいや、すごく溜まってるんだって、はい、うん、そうなんですよね。すごい、うん、そうですね、歯がゆい部分もあって、うんうんうん、はい、まあ俺茶化してるけどずっと分かってるから、はい、まあいいよ、まずどこからどこからもともと、はい、まああの、はい、まあそういう経緯、はい、どうなったかっていうことからね、はい、まず、うん、この西山大関っていうのが戦うことになったっていうのは、うん、まあ、去年に遡って、うん、まあダメンズハウス、そうね、もともとは仲良かったよ、はい、みんなね、そうなんですよ、もともと仲良くて、うん、そうね、で僕の用意した部屋で飲んでとか騒いでっていうふうにやったんですけど、うんうんね、まあ、ことあるごとに揉める、うん、まあみんなあなたの性格の悪さに嫌気がさしていや僕は殴られたことないんですよ。分かる分かる、僕がいるところで揉めるんですよ。いやだから最初から見てたで、僕が最初から見て面白いなと思って、はい、えらいことになるよっていうことを言ってたよね、はい、よしちゃってましたよ、うん、はい、それは俺はもう散々見てるから、はい、そういう人たちがどういう、習性、はい、どういう生態、はい、もうあの動物を観察するよ。だって俺はその極地にいたわけじゃん、はいはい、だからろくなことにならないし、はい、家は崩れるし壊れるし、はい、刑務所はちゃんと、はい、3食ちゃんと起きて寝て、はい、ちゃんと布団畳んでってあるけど、はい、いや大丈夫ですよって言ってた、はい、あなた、うん、いやそうだったんですよ最初はね。最初、うん、まあそうなるよって言われて大丈夫ですよっていうふうなところから、うん、鴨川の、あの千葉の鴨川の別荘にみんなで行ったんですよ、うん、はい、そこは社宅で、はい、で社員さんに慰安という形で、はい、あなたの持ち物ね、もね、はい、あの会社の持ち物、そうですね、で、はい、会社のね、法人の、はい、そこに、うん、ダメンズを呼んだんですよ、はい、そしたらそこでも大揉めしまして、うん、隣の人と、はい、でいられなくなっちゃった、いられなくなりまして、うん、売却をして痛手を食って、はい、うん、でまあそこからまた時を経て、うん、だんだんイライラしてきて、こいつはなんでこんなクソ酔っ払っていろいろ揉め事するんだって、うん、片付けない、はい、片付けない、もうひっちゃかめっちゃか喧嘩、酒よこせだけ食わせろ、しまいには女だ、だそこまではないですな, ないですけど、まあ、うん、ちょっとこいつら本当になんかこう、まあ、僕も忖度してて、うんうん、関東連合っていう名前に対して忖度してて、うんうんうん、でまあ、そういうのもあって、で実はそんなんじゃないんじゃないかって思い始めたら、うん、まあ、人って嫌いな数を集めるのが得意になるじゃないですか、うんうんうん、そういうところから、まあ、反転アンチみたいになっちゃったってことだね、はい、うん、で最初は僕から離れたんですけど、うん、まあ、周りから見たらソース感食らったみたいな感じには見えるんですけど、うん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 、まあ、僕はそうなるだろうなって最初から思ってたね、はい、うん、で実際に僕もマネジメントバイアウト会社して、うんうん、いきなりこう自由な人たち、うんうんうん、もうとんでもない仕事もしてないし、うんうんうん、寝るときに寝たい、うん、もう新鮮に見えちゃったんですよ。そうね、だからそれはもう僕最初から見えてて、はい、みたいな、普通限度ってあるわけじゃない、はい、それを超えてきて、はい、さらに要求してくるっていう風だけど、はいはい、まあ、あなたを悪く言うわけじゃないけど、はい、彼らが見たら急に手を離すみたいな、はい、ここまでしといてもう急に餌あげなくなっちゃった、猛獣が檻から暴れるぞみたいな、そうまさにその通り、ね、急に話しちゃったんですよね、で、そういうことがあっておかしいんじゃないかって、うん、まあ、気づくのが遅かったんですけど、うん、で、ワンナンさんいらっしゃったじゃないですか、うん、はい、まあ、ワンナンさんに確認していただいた、そうですね、まあ、
あの中国行って大関はドラゴンに殺されるとか、うん、あのやるしくもう手配済みになってるという話だったんですけど、うん、まあそれを安南さんが論破してくれて、はいはい、あの長吉さんのご好意で、うん、論破されていただいて、てめえ嘘じゃねえかという話からのそのステージを用意したっていうところにつながるんですよね、うん、彼が、はいはいはい、でまあマスラオっていうのを、うん、格闘イベントね、はいはい、で7ヶ月後のイベントだったんですよ、うん、でまあ7ヶ月後でもいいかというところ、うん、いやそもそもそこで戦おうという話になっちゃったのね、はい、はい、そうです、そこで勝負を決めようってことになったのね、そうですね、はい、まあそもそも何の勝負って話なんだけど、うん、はい、うん、まあ僕的には世間的に本当にこいつは弱いんじゃねえかっていうのを知らしめたかった、うん、っていうのがあっちゃった、まあ、なんとなくスパーリングで決着つけようぜっていう風な話のムーブはあったよね、流れは、はい、でもそれも前、うん、実は、うん、あのダメンズファイトクラブやった時に長吉さんに怒られて結構厳しく言ってたもうやめなさいとこれは、はい、このや今回は本当にまあ怪我みたいなのがあったけど、たまたま運よく誰もそういう風にならなかったけど、いずれ怪我するなり、はい、あのもっとひどいことになった時に、はい、物理的に法律的に裁かれるようなことになるから、はい、素人がいくらねどうこうって言ってもライセンスも持ってない人たちがやることではないって僕は言ってる、はい、それはあなたがやっているようじゃその先はないよってかなり言ったね、はい、うん、そうなんですよ、ただもう決まっちゃったんで、うん、まあ7ヶ月間猶予があるっていうことで、うん、あの僕ガチになっちゃうんですよ、こう、そうね、分かる分かる、でだから僕はそうなった以上はもう決まっちゃう、男が決めたんだからそこまで言うことはないんで、はい、じゃあ僕はそれには何も言わなかったね、頑張ってねっていう、はい、で7ヶ月、まあ、いろいろタイに行ったり修行して、うん、ただね、はい、これがそもそもまともじゃないっていうのは、はい、階級ウェイトが違う、あのルールも違う、はい、この何キロ差だった最終的には、結局 72.5 で、うんうん、彼が水抜きで 83.65 だったんで、うんうん、水って 10% 戻るんで、はいはい、そうすると90と 72.5 ぐらいですね、うん、15キロ以上ですね、だからそれが本来だってやらさせていいことではないはずだよね、プロだったらありえないよね、はい、だからまあこれをこういう形を成立してるっていうこと自体がまあ本当の戦いというか勝負にはなってないというか、うん、まあ最初は75キロ契約だった、うん、78から、うん、だから減量できなかったんだと思うんですよ、だから何と言われようが本来は運営が何を持っててもそれは中止しないとまずいでしょ、まあ、おっしゃる、違いますかそれは、はい、そうです、何のためのルールなんですか、はい、っていうふうに僕はもう、はい、うん、だからそこのところで怪我がな、あ怪我してんじゃん怪我してんじゃんでそういうことですよ、はい、でまあ端的に聞くんだけど、はい、それをやってすっきりしましたか、あなた戦って男同士が拳を交えてそれで和解できてなんかすっきりしましたか、いやそれがですね、うん、そんなすっきりしてないんですよね、うん、ならないよね、はい、すっきりしたと思い込んでたんですけど、うん、ならないね、はい、だ時をもう今2週間以上経ってるんですよ、うん、で怪我はした、うん、ですっきりしたかしてないかっていうと、うん、相手がなんか喧嘩だったら負けねえとか、うん、なんかそのなんか3ヶ月練習したら負けてねえとか、うん、いうもんだから終わってないんだよね、はい、結局そこで仲直りもともと仲直りできるようなあれでもないし、はい、そこまで人間関係があったわけじゃないから、はいはい、これはこれでいいんだけど、はい、じゃあそのあなた側のファンの人、はい、彼側のファンの人、はい、ああだったこうだったああだったこうだったっていう話になって、はい、結局結論がついてないっていう状態なわけだから、はい、もう最初からそれ見えてる僕は、はい、でその間、はい、大関慎吾が奥さんや子供に かけた迷惑とか失ったものっては計り知れないよね、7ヶ月ですから ね、はい、だって僕も遠慮してた、だって電話かけれなかったもん、っていうか、はい、一応来てもいやもう 何時になったらトレーニングなんで、何時だったらトレーニング帰らないといけません、どうだ、はい、それ俺止めれないから、はい、それぐらいあなたはそれぐらい入れ込んで入れ込んじゃってましたね、はい、うん、だけどそれ俺も止めれないから、はい、だから本当だったら、はい、こう展開が、はい、でやっぱり大関慎吾の人としては成長したと思うけど、はい、YouTuber としての大関慎吾は随分後退した、はい、チャンスもなくなったし、はい、違う視野が狭くなったし、しかも怪我した、はい、
この年齢になってからの怪我はその手の怪我って大きいよ、はい、だってあなたが大好きなトレーニングもできないでしょ。そうなんです、今徐々にですね、うん、やり始めても全力ではできないです。できないよね、はい、これを失ったものって結構大きいよね。かなり大きいですだよね、はい、だって体ももう絶好調じゃないよね、はいはい、でみんなに遠慮しながらいじられて、はい、何やったの何やったのって言われて、はい、ね、はい、だからそれは彼も同じだと思う、はい、彼も同じだと思う、はい、やっぱり 全力の状態で戦えるような、まあ、本人のあれもあると思うけど、はい、そういうのすっきりしてない、はい、でじゃあもう一回やるかってありえない、はい、ね、はい、同じなんですかね。一緒だと思う。毎日の酔っ払ってなんかへーってやってるような感じがして、いやここは一緒だというふうに思っていかないと、あ、なるほど、だからそこでまだっていうふうに思ってると、はい、ダメ、そうですね、うん、はい、だから本来もうやってしまったこと、こういうこと、はい、形だから、特にあなたが勝負では勝っているわけだから、はい、ここは一つ降りて、はい、ね、これはもうやってしまったことだから、勝負はあなたの勝ちは勝ち、はい、だけどもこれは本当の意味での、はい、向こうが言ってるようにこうだああだって言ってるなら、ね、暴力で物事を解決できなかったっていう見本、はい、うん、そうですね、だって喧嘩だって、はい、ぶっ倒れてたって俺は負けてねえっつって、じゃあ負けてねえんだって話になっちゃうじゃん。はい、はい、だけど判定が出てそうでも向こうが納得してないんだから、もうそういう風なんだもん、はい、だからそもそもの選択が間違ったと、うん、じゃあこれからあなたはどうしていくかって話だ、これ。そこなんですよね、うん、はいはい、僕のところにちょうどね、はい、ちょうどっていうか三浦君っていう、はい、あの体がちょっと不自由でね、はい、車椅子乗ってるっていう方から連絡があって、僕の配信でお伺いしてます、うん、はい、三浦君と、はい、僕、彼のところに行ってお話をしようと思っているんだけど、はい、あなたそれに付き合いなさい、付き合います、で、はい、はい、彼を皮切りに、はい、今度は彼の友人や彼の周りの人たちの全国にいる、はいはい、そういった方たちの現状を聞いてきていただきたい、はい、聞いて回ればいいですね、はい、うん、想像を絶するような、はい、目に合ってる、はい、耳を疑うような状態、はい、そういう施設だったりそういう学校で、はい、暴力がまだ蔓延してる、はい、でそれを訴えても誰も聞いてくれないって言ってる、はい、だから俺たちが言う、はい、いやいやそれ間違ってたっていいよ、はい、これそれで叩かれたって全然平気じゃん、はい、今までの悪口のこと思ったら全然平気、はい、悪いぞ、だって、はい、ね、でそれが、はい、どうであろうが、はい、聞いた話を言うわけだから、はい、代弁して一人でも多くの方に現状してもらえればいい、うん、それが違うっていうなら違うなら、はい、じゃあなぜ、うん、じゃあこの子たちが嘘言ってるの、はい、って話になるわけだし、うんうん、で一つは三浦君が、はい、僕ちょっとお話ししたんだけど、はい、何度申請しても補助金や助成金は却下だそうです、はい、なんで、はい、ねえ、なんかいろいろなところの補助金助成金いっぱい出てるようだけど、あの YouTuber でもいますよ、うん、あの生活保護あれしたり何したりって、うん、はい、なんで正直にやってるとそうなんだって話も、はい、働けるのに働かない体でそういうお金もらってる人いっぱい見てきましたね、うんうん、はい、だから彼がまだ10代でね、はい、ここなんで僕がぼやかして彼のこと言ってるのか、このことを彼に確約してないんですよ、はい、なんでこの動画を見て、うん、行ける日にちを、はい、多分ください三浦君お母様とお願いします、確認して、で、はい、僕と大関君とで行きますんで、はい、うん、当然歩いてくるよね池袋から、こう兵庫県まで、ちょっとテスラで行かせて、はい、ぜひそういった、はい、ね、子たちの、はい、声をまず聞いて、 そうですね、それを、はい、せっかくあるその配信でこんな風だよ、はい、だから僕らで解決できると思ってない、はい、ただそれをどう伝えていって皆さんと共有して、はい、皆さんのリテラシーで、あれ、はい、竹太郎みたいになっちゃったな、はい、だからそれの、なんていうの、こことは思わなかった、やっぱり意外とそれが僕がね思ったことが反応が良かったんで、僕だけじゃなくてあなたと僕とで、はい、発信してって、多分茨の道だと思うよ、はい、あることないこと言われるよ、はい、お前ら何やってんだと、はい、うん、だけど誰もやらないんで、はい、うん、ただね、
彼らに負担がかからないよね、はい、彼らを前面に出さないんで、はいはい、うん、そこに行くと僕らはまだ喋れるから、はい、彼らを聞いて、はい、顔も出さずに、はい、その内容を聞いてどこの誰って特定できないようにしてでもこういうことがあるよっていうことをやっていく意味はあると思うんで、はいはい、まあ、そういう意味で、皆さんもねこれ聞いてる皆さんにも、はい、あの応援していただきたいなと。もちろんそういう逆にそういうふうに、うん、被害に遭われている方いらっしゃるんであれば、うん、当然塩崎さんでも僕でも構わないんで、うん、はい、でこれも前言ったね、これね、そう言っといて、じゃあ何でも聞くってわけじゃないからね、はい、そうやっぱりもう僕もこれ何年もやってるから、ツイッター DM にしても訴えかコメントでも、はいはい、そこのことがもう最低限こことここって踏まないといけないところがあって、はい、何でもこう助けてくれ助けてくれって言うからっていうことではないんですよ。じゃあどうすりゃいいんだってなるけど、そこはやっぱり少なからずやここの問題は親御さんがいて身内の方が同意の上でやっていただかないと、僕らが勝手に言ってそういった方たちを好きなようにできるわけじゃないんで、保護者の方の同意、奥さんなり兄弟の同意がないと、まずそこがないとできない。だからその方たちがそういう形で連絡したことしか受け付けないです。当人のものでは必ず良かれと思っても僕らがダメになっちゃう。だから自分のことを守るわけじゃないけど、僕らがそうなったら配信できなくなる。別に書面を書くとかではないですよ、言葉だけの。そこまで考えてやらないとこのことにはうまくいかないんだろうな、このあたりにしておきます、はい。じゃあ生まれ変わった大関慎吾を見せてきます。横綱になるのかな。いや横綱慎吾なれないですよ。なれないけど、まあ昔は大関が最高位だからね。あ、はい、そうなんですよね、はい、うん、今は違うんですか。いや本当は大関までだった番付は、はい、横綱って割と近代なの、はい、大関が最高位だった、はい、うん、だから本当は大関でいいんです。あ、そうなんですね。でも徳川のじいちゃんとかにもよく、うん、お前はいつ横綱になるんだって、いつ横綱になるんだってよく言われてました、うん、はい、同じこと言われました。はい。というところで、はい、本日はありがとうございました。お疲れ様です。